と言うてんがの。桃から生まれたんだすけ、桃太郎とつけようや。そう言うて、桃太郎とつけたてんがの。桃太郎は七つくらいになると、毎日戦ごっこばっかりするてんがの。それから、ある日、鬼ヶ島へ、鬼退治に行くと言うてんがの。どうでも行くか どうでもいかんではならん。脳に支度すればよいか日本一のきびビんごをこしらえてくんなさい。ばあさはごろごろキビ引いて団子揃えたてんがの。桃太郎はそれを掲げて山奥へ行ったてんがの。そこへ犬が一匹来たそうだいの。 桃太郎さん、桃太郎さん。どこへ行きある鬼ヶ島へ鬼退治に行く。腰につけたものは何だい日本一のきび団子。一つ食えばうまいもの。二つ食えば苦いもの。三つ食えば耳ずくにとらわれもん。一つください。私がお供申す。 それで犬にキビ団子を一つやった点がの、次にキジが、次に猿が来て、同じ問答を繰り返し、いずれも桃太郎のお供をして山奥へ進んで行くと、鬼の住まいがあり、犬、キジ、猿は鬼の家来を、桃太郎は鬼の親分を任して、たくさんの 宝物を持って帰るという一般の話。